はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、農地法の3条、3条許可について解説します。3条許可っていうのは、どういった場合に必要なのかというと、権利移転だとか、権利を設定する、そういった場合に3条の許可が必要なんですね。もう分かりやすく言うと、使う人が変わる、使用者が変更する場合に3条許可を取ってくださいね、っていうような内容になります。では具体的にどういった場合に3条許可が必要なのかをちょっとこちら2つの図ですね使って解説します。こっちの図とこっちの図、これはちょっと対応してますので、対応しながらちょっと見ていただきたいんですけども、まず A さんが農地を所有してましたと。で A さんがその農地を B さんに売却しました。 AB 間で売買契約をしたということですね。で B さんは買った土地を、まあ、買った農地を農地として使います。この場合っていうのは、農地の権利が A さんから B さんに移るだけですよね。転用はしてません。転用っていうのは、例えば農地を宅地に変えるとか、まあ、こういったことしてないわけですよ。B さんは宅地として使うわけじゃなくて、農地として使うよ。そういった場合です。こういった場合っていうのは、権利点だけしかしてませんので、3条許可の対象なんですね。なんで、まあ、3条許可が必要だということです。で、まあ、今回売買の話もしたんですけども、今は売買契約の話したんですが、例えば賃借権の設定とか地上権の設定、質権の設定、これについても同じです。例えば A さんが再送放牧地を所有してました。で、A さんは B さんに再送放牧地を貸しました。つまり B さんに対して賃借権設定したってことですね。この再送放牧地に賃借権を設定した。そうすることによって B さんは再送放牧地を使うことができます。で、B さんは再送放牧地として使いますよ。借りた土地を再送放牧地として使いますよ。この場合っていうのは、まあ、権利を設定した。まあ、賃借権を設定した。まあ、使用者が変更したってことですよ。再送放牧地を使う人は A さんから B さんに変わりましたよねって話です。この場合も3条許可が必要になってきます。で、質権の場合も一緒です。質権の場合、例えば A さんが農地を持っていて、B さんからお金を借りますと。お金を借りて、その担保として B さんに対して質権を設定してあげた。この場合、農地を使う人は A さんから B さんに移転しますよね。質権者である B さんに移ります。で、B さんはこの農地を農地として使うといった場合、この場合も3条許可の対象になってきます。で、注意が必要なのは、抵当権の設定ですね。この場合は対象外なので、A さんが、例えば B さんからお金を借りて、農地とか再送放牧地に抵当権を設定します。そういった場合については、農地法の許可は不要です。3条許可は不要なので、この点は注意してください。あと、所有権移転については、売買契約だけではなくて、競売の場合も、3条許可必要になってきます。つまり、A さんが持っているこの農地が、競売にかけられました。で、B さんが落札する。そういった場合も、3条許可の対象になってきますんで、注意をしておきましょう。で、もう一つ注意していただきたいのは、3条許可っていうのは、転用は関係ないんですよ。転用しない場合が原則なんですけども、再送放牧地を農地に転用する場合、この場合に限って3条許可の対象になりますんで、この点はちょっと覚えていただければと思います。注意しておいてください。再送放牧地を農地に転用する場合っていうのは、転用するけれども、これは3条許可の対象なんだってことを頭に入れておきましょう。で、続いて。じゃあ3条許可って誰がするんですか？許可権者ですね。許可をする人は誰かっていうと、農業委員会です。農業委員会。まあ、こういった役所の中で組織があるんですね。農業専門の組織があります。まあ、この農業委員会が3条許可をします。で、もし3条許可取らずに、所有権の移転登記をしたりとか、賃借権の設定登記をしたとか、そうするとどうなるかっていうと、それは無効となります。さらに許可なく所有権移転登記とか注釈権の設定とかをした場合っていうのは罰則もあります。罰則の内容は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。非常に重い罰則が課せられますんで、この点も頭に入れておきましょう。で、参考程度になんですけれども、農地を所有できる法人って実は決まっているんですね。今 A さんから B さんに農地を売却しましたっていう話したんですけども、この B さんが法人だった場合、
この場合農地を所有することになるんですけれども、これ農地を所有できる法人って決まってるんですね。で、この農地を所有できる法人のことを農地所有適格法人って言います。名前の通りですよね。農地を所有することについて適格な法人です。で、これっていうのは要件があるんですね。例えば売上の過半が農業であること、つまりある法人の売上が1億円でしたって言った場合、5000万円を超える売上が農業で占められていなければいけませんよってことですね。なので厳密に言うと5000万1円以上、まあ、これが一つの要件になっております。まあ、いくつか要件があって、その全ての要件を満たして初めて農地所有適格法人になることができますんで、まあ、これも参考程度に頭に入れておくといいと思います。で、今回の内容、理解すべき内容があるんですね。なので、この点については個別指導で解説させていただきます。農地法の部分って混乱しやすいんですよね。似たような内容が非常に多いので、こういったところを整理するためにも、理解すべき部分は理解をしていくってことをやっていった方がいいと思います。多くの方が丸暗記でやっちゃうんですけども、丸暗記だと本試験の時に混乱しちゃうんですよ。頭が真っ白になっちゃうんですね。過去問とか予想模試は点数取れるけども、本試験になってくると、こういった丸暗記の部分っていうのは実力発揮するのが難しくなってきます。大体頭から飛んじゃうんですよ。なので理解学習をしておきましょう。理解学習をしておけば、できるだけ確実に合格することができますんで。なんで理解学習を進めているんですね。なんでもしあなたが自分自身で勉強していて、あ、丸暗記学習になってるなっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導であれば、あなたに理解学習を実践していただきますんで、次の試験であなたに合格していただく自信があります。なので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。